人は皆死ぬ。指揮官がしくじるから死ぬんだ。アーサーのせいだって言いたいのか。ああそうだ、あとウェイドのな、あの野郎チームを見捨てやがって。お前の言う通りだ。ウェイドを見かけたら俺が殺してやる。ええー、そうね、そうやってお互いを非難すればいい。あ、シェーテメアスケムもしかえよ。ノーシェーゴシボーニューシーニーポストリターロフ。それがどうかした。落ち着けよ。どうでもいい、フライジンガーに殺されるんだから。フライジンガー、ナチスよ、ノバックを殺した男。お前の知り合いか。あいつとは因縁がある。どんな因縁だよ。フライジンガーは忘れろ、アーサーが何とかしてくれる。こいつをかばうのか。そうじゃないさ、でも活躍を見てきた。仲間を失う、それが戦争さ。戦死した兵士を称える唯一の方法は任務を完遂することだ。しかしそれは友の血を流しつつ達成しなければならない。リーダーとなる者は自分を信頼してくれた者たちが死んでいくことの意味を学ばなければならない。その方法はたった一つ。俺がそれを知ったのはディーデーだった。よし聞いてくれ、夜明けまでに目的を達成するぞ。ドイツ軍は我々が来ると知っている。沿岸の砲台を破壊するチャンスは一度きりだ。しくじれば明日の進行も失敗に終わる。このために訓練したんだぞ。海軍に遅れを取るなよ。砲台を奪い、破壊後フレアを発射し、海軍に仕事が終わったことを知らせろ。よし、以上だ。手順は分かるな。立て、フックをかけろ。スタンバイ。Was geschafft ist,
キングスリーかよ。てっきりドイツ野郎だと思った。蜂の巣にするところだぞ。無事でよかった。今の状況は？俺たちのキャプテンがやられちまったんだ。守りを固めて味方の集結を待つべきだ。ヘンリーに砲台を破壊しろと命じられてる。ノルマンディ上陸のためだ。お前がキャプテンなのかよ。話し合ってる場合じゃない。もうすぐ夜が明ける。ああ、だが兵士も足りなきゃ援軍も望めないんだぞ。できることといったら殺されないように身を守るぐらいだ。誰が指揮を取るかなんて議論してる場合じゃない。ドイツ軍の砲台は遠くない。日が昇る前につける。きっと破壊できるさ。隊を割るなんて自殺行為も同然だ。何のための戦いだ、わかるだろ。狂気の沙汰だ。とっくに行かれてるさ。アーサーの言う通りだ。やり遂げよう。よし、キングスリー、お前が指揮しろ。砲台はあっち側だぜ。バルハラもな。先に進まないと。キングスリー、どうする？道を切り開こう。聞こえたな、瓦礫をどけろ。
どうやって逃げるんだ。俺のパラシュートで絡まる。キャプテンが助けてくれ。自分を責めるな。こんな作戦はまともじゃない。キングスリー、命令は。範囲一つのところで現れて救ってくれたんだ。本当に神人。崖の上の明かりが沿岸防衛用の砲台だ。橋は守られているし、斜面は急すぎるな。なら橋を抑える、唯一の手段だ。いいだろう。かがめ、トラックを警戒しろ。これはチャンスだぞ。静かに近づくんだ。ターゲットが複数ある。どうする？フェンスのそばだ。やつらもやれ。切れた！トラック付近のやつらもやれ。フェンスはクリアだ。やつらが引いている。進め！敵を倒した。セラ、MG をキングスリーに進め。援護しろ。左側から来るぞ。了解。そうだな。トークはクリアだ。テントに集中砲火を。奴らが退却してる。トラックに乗れ。ったく、ひどい目にあったな。軍曹はやり遂げたぞ。生き残れたしな。まあな。8人の男がナチスの要塞に立ち向かうって。リチャードは気が狂ってると言った。時にはちょっとした狂気が必要だ。あいつも理解していたと思う。そして気づいた。俺たちは似た者同士だと。先に行った。あんたを待ってるんだ。
あの防衛陣地を見ろよ。たまげたな。あっちのテーブルに行ってくれ。様子はどうだ。その目で見てみろ。様子を確かめてくれ。目標はあそこにある砲塔だ。たどり着くにはドイツ軍の中を突破しなければならない。下の砲塔を任せられるか。俺ならやれるさ。あのバンカーが入り口だが、マシンガンだらけだ。困難な戦いになる。地雷原を越えなければならないが、対戦車用の溝が使えそうだ。いい考えがある。聞かせてくれ。トラックに乗って地雷原に突っ込むんだ。敵はエンジン音に反応してバンカーから撃ちまくってくるぞ。エンジンをかけずに静かに進む。直前で乗り捨てトラックだけ先に行かせる。それで塹壕にたどり着けるさ。どうだ。気に入った。お前が先陣を切れよ。いいだろう。溝に入ったら部下を待機させてくれ。トミー、一緒に来るか。ああ、地雷原を走り抜けてバンカーを占領し、テルミットを兵器に仕掛けてくればいいんだろう。楽勝だぜ。忘れずにフレアを打ち上げてくれよ。海軍に合図しなければ成功は伝わらず、ドイツ軍もろとも砲撃してくるだろう。ま、味方の砲撃でくたばるなんて間抜けな最後を迎えたりしたら、死んでも死にきれないしな。心配するな、フレアは忘れない。グッドラック。してくれ。下の砲塔は任せる。俺は上だ。フレアを忘れるな。よし行くぞ。了解だ。いいかお前ら、ついてこい。トーマス、そいつをドアから下げてやるんだ。いいか、半分は俺に続け。アウトラックに発動停止が違う。制圧射撃を行え。トラックを制圧しろ。かかれ。マシンガンを鎮圧。奴らが引いていく。
前進だ。左だ、新手のハーフトラック。左のハーフトラックをやれ。ハーフトラックを警戒しろ。行け、リロードする。左のハーフトラックを抑えろ。左のガンナーを倒した。正面に敵を観測。眺め、しかしに構えるな。オリエンタル地で迎え撃て。さらにマシンガンだ。敵の増援だ。攻撃を続けろ。前線を維持しろ。集中砲火を浴びせろ。アフトラックを使え。了解。一応塞がないでくれ。リロードだ。トラックの後ろにつけ。マシンガンに体をさらすな。こいつを動かすぞ。後ろに隠れてしっかりついてこい。もう少しだ。ライトを探さいだ。前をカバーする。臭いったらないな。軍曹、ライトだ。持てっ。前進するぞ。見ろよ、あのデカブツを。片付いた。あと一つだ。テルミットはもうないぞ。軍曹、手を貸してくれ。何も見えないな。慎重に進め。なんだ、前を見ろ。
階段があった。グレネード伏せろ。やってくれたな。あとは俺たち次第だ。アクレド、スモークレディ、離れろ。スモークを使う。ゴー。報道したやつだ。テルミットはないぞ。どうやって爆破する？爆薬塔を使う。爆発する前に上に行くぞ。フレアを持ってるな。攻撃が始まるぞ。行け、外に出てフレアを撃て。軍曹、フレアを、攻撃が始まっちまう。くそ、フレアが使えない。おい、冗談きついぜ。ウェブはどこだ。下の砲塔だ。来るぞ、伏せろ。フレアを取りに行く。全員避難しろ。早く逃げるんだ。言ってたんだ。寝てる場合かよ。どっかのイカレ野郎が救ってくれるのを待ってたんだが。それじゃ海軍に合図を送ってやろうぜ。俺たちはキャプテンを失ったが勝利した。そして任務を完遂することで失われた者たちに敬意を表することができたんだ。自分の指揮下にある兵士を見るとき、リーダーは彼らが難局を乗り切れることを願う。あのフレアは俺が正しかった証だった。リーダーであると感じたときだ。